皆さんこんにちは。今回は、TikTok で謎の不気味なライブが流れていたという話を教えていただいたので、それについて取り上げます。女性が寝ているところを映した映像なのですが、部屋の隅に恐ろしいものが立っているのです。先日、TikTok ライブで、あるユーザーが不気味なライブを放送していたので調べてほしいというリクエストをいただきました。一緒にスクリーンショットも添付されていたのでお見せします。こちらです。左上に放送しているユーザーの名前が表示されていますが、黒い布をまとった女性の顔がアイコンのメリーという人が放送しています。手前に女性が寝ているのが見えますが、部屋の隅に黒い人影が見えます。部屋は全体的にオレンジ色になっており、普通の雰囲気ではなさそうです。リクエスト主さんは偶然このライブを見つけたのでしょうか？コメントを見ると様々な言語の人が書き込んでいるようです。この放送したユーザーについて、TikTok で検索してみると、ライブ映像の録画が転載されているものがいくつかあります。その中の一つをお見せしますが、こんな感じで延々と寝ている女性を映しているだけのライブ映像だったようです。途中でライブも終わってしまったようで、結局あの黒い人影は何だったのか、女性は無事だったのかは不明です。TikTok に転載されているものを見ると、あのライブの目撃情報はないのか、というようなタイトルでアップされていたり、あのライブについて疑問に思う人は多くいるようです。このスクリーンショットの時点で9600人ほどの人がこのライブを見ていたようですが、一体何だったのでしょうか？今回は、この謎の TikTok ライブについてできる限り調べていきます。さて、なかなか怖いライブ放送ですね。TikTok の仕様はよくわかりませんが、YouTube のおすすめみたいなもので表示されるライブも、あるんですかね。偶然このライブ放送を見かけたらかなり怖いです。この黒い人影、よく見ると顔のようなものがついているのですが、一体何なのでしょうね。まずは、このライブ放送を行っていたユーザーを調べてみますが、メリーというユーザー名で検索してみると、Twitter でこのユーザーのライブが貼られた投稿がありました。ここからユーザーのページに飛べますね。このユーザーがアップしている動画がこちらになりますが、あの映像らしきものはないので、ライブのみで流していたのでしょう。投稿されている動画は、すべて他のユーザーのライブにギフトを送っているだけのものです。何か怖い映像がアップされているというわけでもなく、特に手がかりはないですね。このユーザーは、なぜか唐突に不気味な映像をライブで流していたということで、なおさら不気味な話になってきます。このユーザーの動画のコメントを見てみると、少し前にアップされた動画のコメントに、起きろ、というようなコメントが多く投稿されています。おそらく、あのライブ映像に映っていた女性に対してのコメントだと思われます。ほとんど4、5日前のコメントなのでライブ放送はその頃にあったのでしょう。ライブに映っている女性が、このユーザー本人なのでしょうか。彼女の身に何かあったとすれば、動画の投稿が途絶えているかもしれません。しかし、このユーザーは相変わらず2日前にギフトを送るいつもの動画をアップしていますので少なくとも無事だったのでしょう。無事だったのは良いのですが、結局あの映像は何だったのかという話になってきますよね。もしかすると、このユーザーも視聴者を集めてギフトをもらうために、人が集まるような不気味な映像をライブで流していたのかもしれません。事実、ライブ映像の録画を見てみると、ギフトがかなり飛ばされております。もしこれが目的だったとすれば、この映像に関しても転載動画か何かであり、元ネタがあるかもしれません。他の投稿された動画のコメントも確認してみると手がかりとなるコメントが見つかりました。あなたのライブで後ろに怖いものが映っている。というコメントがあったのですが、その返信に彼ではなく、このユーザーだ、というコメントがありました。そのユーザーというのが、カップルで動画を投稿している方のようで、いろいろなジャンルの動画があります。その中に、
あのライブ映像と同じ動画がアップされていることを確認しました。それがこちらですが、例のライブ映像と色合いが異なりますが、映像自体はほぼ同じもので、女性が寝ている後ろにあの黒い人影がいます。魔法人のようなものや、貞子っぽい人もおり、タグにハロウィンと書かれていることからドッキリのようなことをしていたのでしょう。別の似たような動画もありまして、こちらはライブ映像の切り抜きですが、同じく後ろに黒い影がおります。こちらには、後ろに人も出てきて、女性も目が覚めて驚くというオチになっているのでやはりドッキリだったのでしょう。他の普通の動画に出演している女性とこちらの女性は同じ方なので、このユーザーがオリジナルで間違いないです。このことから、例のライブ放送を行ったユーザーは、このカップルの動画を加工し、勝手に使っていた可能性が高いです。確かにこのシーンだけライブで流れてきたらかなり怖いですし、人も集まってくるでしょう。先ほどもお話しした通り、ギフトを投げる人もかなり多かったようなので、同じ手を使っている人は他にもいるのかもしれません。以前にも、廃墟のウォータースライダーの動画を取り上げましたが、こちらも他のユーザーの動画を加工して、不気味な映像っぽく仕上げたものでした。TikTok では、このようなやり方が流行っているのかもしれませんね。オリジナルの映像自体も、結構ハートが付けられているので、そこそこ有名なものでしたが、意外と気がつかない人が多いみたいです。というわけで、今回の不気味なライブ映像については、他のユーザーがアップした動画を加工したものを流していただけでした。元の動画もドッキリ系の映像ですので、心霊動画だったというわけでもないです。いかがでしたでしょうか？ TikTok 関連の怖い話も増えてきましたね。ところで、皆さんは TikTok を使っていますか？私も、TikTok 関連のことを調べるためにアカウントは持っています。未だに TikTok というものが何か把握できているわけではないのですが、音楽に合わせた短い動画をアップするサイトという認識です。長い動画もアップすることができるんですかね。いずれにしても、多分私が使う機会はないかもしれないです。ですが、TikTok 関連で怖い話があればぜひコメントで教えていただければと思います。